大和家のパンティープラン。はい、ということでね、ここにね、ちょっとボックス、収納ボックス作っていこうと思います。本来ね、ここにソファー来る予定やったんですけど、ちょっとベッドの関係でちょっと収納が少なくなってしまったり、あとは猫ちゃんのですね、トイレも入らなくなっちゃったんで、ちょっとここにね、トイレを置こうかなっていうふうに思ってます。で、プラス収納も、確保するっていうことで、ここにね、ボックス兼、まあ、椅子チェアーみたいな感じですね。まあ、ボックスチェアーみたいな感じでちょっと作っていこうと思います。あえてこっちのね、裏面になるんですかね。この文字が書いてある方をちょっと使っていきたいと思います。はい、ということでね、一回仮組みしてみると、だいたいこんな感じですね。ここはちょっとね、気が足らんなんで、ちょっと買い出しに行かんといかんのっすけど、とりあえずこんな感じで一回仮組みしてみました。こうパカッと開けて、中収納できるようにしたいと思います。電子レンジ。イエーイ。おばあちゃん。電子レンジが来たよ。はい、ってことでね、電子レンジ買いました。イエーイ。お家用ではなくてね、バンに取り付ける電子レンジですね。車でちょっとね、電子レンジ使って、あったかいもの、もうでも暑いからね、これから。本当は冬につけたかったよね。まあ仕方がないってことで、ちょっと開封してきます。はいはい、ちょっとハーちゃん危ないよ。はい、ちょっと待って。よしよし、じゃんじゃん、おっ、保証書、せーの、ドーン。あ、めっちゃいい。かわいいな、レトロ、うん、こういうの好きな人絶対おると思う。じゃあちょっとくるっとオープンしますよ。回転いきます。せーの、よっ、ドーン。はい、こんな感じの電子レンジですね。はい。結構ね、ちょっとこれ剥がそっかも。剥がす？剥がした方が分かりやすいな。うん、中は見えんから。はい、じゃあ剥がします、早速。こんな感じで。この丸い感じがいいね。そうそうそう、ちょっと丸くて、そこ取っ手とかも、こう。ああ、確かに確かに。うん、丸くて、メッキで。うん、これは何なんやろ。ダイヤルプラスとかもあります。ちょっと使ってみないと分からんけどさ。全体的になんかちょっとメッキとか使ってやって。やめて、はーちゃん、壊れちゃうから。じゃちょっと開けてみます。ここ、せーの、おお、ちょっと怖いよね最初。はい、こんな感じですね。なんか入ってるわ。なんやろこれは。多分ターンテーブルのあれかな、ローラー、ガイドローラーやと思う。で、こ
これは何かな、アースかな、多分アースの配線だと思う。説明書、やっぱりこれアースですね、うん、置いてこれ乗っけると、はいはいはい、おー、いいじゃない、よっしゃい。ということで、なんか温めてみる。何温める？いや、なんかおまた左右、左右じゃあお水ちょっと入れよう。はいはい、ちょっと飲んだでしょ。あ、ちょっと飲んだ、ここに持ってくるまでに。やっぱりなんで分かったの？なんか悟空みたいなじゃあ閉めます。はい、閉めた。これ説明書見るよっていう話じゃないけど、なんか欲しいか。ピーだって。あ、ついた。音鳴るんやな、電源。え、ちょっと説明書見よう。あー、やっぱりここが電源ボタン、電源ボタンがあるって珍しいな。え、あんの普通？俺なんか今まで使ってきた中で電子レンジに電源ボタンあるって見たことないんだけど、あるんかな、あるやつは。ここで電源ボタンをご使用前に、電源を入れてくださいと。あー、このなんかね、ここのさっきの電源ボタンっていうのは待機電力をまあゼロにするのに、待機電力ゼロ機能って言って、タップコンセントとかでパチンと切るのと多分一緒のような感じで、こう電源ボタンつけても待機電力をコンセントつないとっても待機電力を切りましょうっていう、オフにしましょうっていうやつやね。ほー。自動温めボタンを押して温めメニューを選択してください。ということで温めるよ、はちゃん、いいかね。スタート。1分30秒お待ちください。 5 4 3 2 1。チーン、チーンじゃなかった、うん、PP やった。オープン。熱っ。あっち。熱っ。この季節に左右はきついな。すげえ暑い。はい、ということで無事温まりました。イエーイ。はい、ね、よかったよかった。ちゃんと動作確認もちゃんとできたからね。うん、うん、このデザインも結構こうレトロ感満載で、うん、気に入った。うん、早くちょっと車に乗せてみたい。そうやね、そうやね。と今から乗せてきます。ちなみにこれね、あのヘルツ西日本対応のやつで、ヘルツフリーではないんでね。はい、あのヘルツフリーも あるんかな、ちょっとわからんですけど、一応探してもちょっとよくわからなかったもんで、西日本対応の 60Hz ってやつを、今回購入しました。またね、あの概要欄の方に書いておくんで、またよかったら見てください。はい、ということでちょっと今から車の方行って設置していきたいと思います。はい、ちなみにですね、一回電子レンジ、まあ、温め終わって、ピーッと切れると、自動でね、電源も、落ちるようになってますね。で、もう一回温めたいときは、もう一回電源を押して、やるっていう感じですね。これ自動で待機電力が、オフになるっていうやつみたいです。はい、そしたらですね、ここにね、電子レンジ置く場所作ってあるんで、ここに乗せてきます。一応サイズはね、ちゃんと測ってあるんで入るはずです、多分。はい、ということでですね、電子レンジの方着きました。じゃあね、早速ちょっと動作確認、車の中でもねしてみたいと思います。もうね、インバータの方は電源入れてあるんで、あともうコンセントも挿してあります。スイッチオンで、親切にここに飲み物1、ご飯にお弁当3っていう感じでね、書いてあります。で、お茶、麦茶ですね。置いて。
で、自動温めやったかな？の飲み物ですね。で、これで強弱。まあ、強ぐらいにしとこうか。一応ね、強でね、やってみます。じゃあ、スタート。ということで、あったまっ、おー、いい感じに湯気が出てますわ。わかりますかね、これ。うん、全然問題なさそうですね。湯気バッチリ出てます。あっつ、全然余裕ですね。めっちゃ熱い。めちゃめちゃ熱いぐらいで火傷しますわ。ここを変えると、500ワットかな、700、600、500、200というふうにね、下がってきますね。はい。はい、ということで、無事ね、電子レンジの方つきました。温めの方もね、問題なく、あっちっちにまでね、温めることできたんで、問題ないかなっていうふうにね、思います。で、補強の方はですね、ここですね。はい。で、このね、棚の方も動いてくるとダメなんで、ここで、がっちり左右で補強してあります。これはレコードプレイヤーですね。お気に入りのエルヴィス・プレスリー聞いてます。まあ、著作権の関係上ね、YouTube では流すことはないとは思います。はい、ということで、ね、今回の動画は以上になります。はい、この動画がね、面白かったと思った人はですね、ぜひね、チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。あと、Twitter、Instagram ね、あと、ブログやってますので、ぜひよろしくお願いします。またね、次回の動画でお会いしましょう。